ってやっぱ弱キャラだからじゃあジュースキラです。編集が間に合わなかったね。今日はスマブラして終わらせていこうかなと思うわ。やっぱりね、ネズミだろうかなんだろうが、こう、インクにかかれば、もう関係なく吹っ飛ばせるから。今んとこめっちゃビップいってるんで、もしかしたらビップ上位いけるんじゃねってぐらい昨日練習をした。いや、入っちゃった。喋りながらできるゲームじゃなくないこれ。普通に考えて。普通に無言だったら今勝率高いと思うんだけど、実機を始めた途端ちょっとあんま操作がうまくいかない。75までいってんだけど、インクねえわ。あー、インクだか。あとちょっとで今入れる。あごめんみんな、このゲーム実況に向いてないわ。本当に喋りながらと操作できないわ。だがしかしここは投げ飛ばしていって、インク当たる。これよし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 、インクに攻撃してみろ。逆に吹っ飛ぶかな。あー、いや意外と飛ばないか。ピカチュウ意外と中量級なのかな。あー、でもこれはさすがに飛ぶはず。よーしよし、ブラスターよ。やっぱりな、スマブラの最強武器はね、ローラーとブラスターだから。さあ、とこのスプラッシュボムな、インク効率関係なしに2個連続で投げるのが、これ、当たれ当たれ、よし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 、崖際から、おかせ、いや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 、痛すぎる、空中性能高いな、このピカチュウ。ちょ、強いな、こいつ、匠も結構前、熟練だろ。だがし、いや、紫色になってるから、結構ダメージ稼げるよ。インクリングの特徴は、相手にインクをたくさん与えると、吹っ飛び率が確か上がるんだよね。あー、くっそ、オキエムならぬ、オキ雷か。やばい、ちょっと、うまいうまいうまい、この匠、なかなか楽しませてくれそうじゃないか。いや、めちゃめちゃ平等、平等というか、同等の戦いじゃない。空母を与えて押し付けていこうか。インク効率がちょっと悪くないか、今日。はは。全然インクないんだけど、あんまり潜らせてくれんわ。やっぱ動きが相手早いからさ、インク潜ってる時間が短いんだよ。お土産ボムがミスっちゃったね。一旦距離にとってインク回復しよう。インク。いや、それちょっとめんどくさいな。インク回復させてくれないんだけど、やーべ。だからこれ、大きいボム、奥目、当たる当たる。よし。いや、今の逆に埋まらなかったな。よしよし、これでインク、マックス。よし、落ち着け、落ち着け、こっから。全然、埋めたら勝てる、埋めたら勝てる。埋める、あ、ちょっと逆、逆、逆。あ、でもこれ、インク潜ることによって相手の10万ボルトをかわすことができるっていう。これ、インクリングの特権じゃない。おい、匠攻撃すんな。邪魔すんな、邪魔すんな。こっちはインク回復戦には攻撃できないのに、そっちは10万ボルト回復戦でいいんか。充電器をちょっと、充電しないと攻撃できないとか、そういう仕様にしないと、僕が不利になっちゃうじゃん。よーし、とりあえず1キルしていく。いやー、やばいな、これ。結構接戦だ。なんとかこの2ストックの状態で、リードしてる状態で、ダメージ稼いでいきたい。あと30くらいまで稼げた。結構上等上等。いやー、ちょっとちっちゃいな、お前。だーそれで吹っ飛ぶの ?DA で飛びすぎでしょ。まあ、でも21のリード。まあ、これは全然あるわ、全然ある。いや、やばいやばいやばい。やばい、コンボコンボコンボ抜けてる。危ない危ない。さすがにやばいって。あぶねえ、持ってかれかけた。さすがにうますぎる、それは。空中でボコボコされたんだけど何そのテクニック。僕もそういうなんか無限コンボみたいなのやってみたいんだけど、いまいちやり方がわからん。これはでも、こういうビップに勝つことに僕は意味があると思ってる。ちょ危ない。それはさすがに学んだ、僕も。いやー、ちょっと貫通は読めない。やばい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 、リードされてる。気づいたらやばい。これボム投げて、これでおっとっとっと、これもう一発投げてやるよ。いや、ちょっと当たんでね。体がちっちゃいのも厄介だな、本当に。空国語。いやー、こう、そのさ、もう、ちまちま攻撃してくるのやめて。いや、終わったかもしれん。ちょっと走って。これ、埋める。おーしよし、二段埋め。キャー、96。やっと一発埋めたら僕のガチャ。どっちが先に埋めるか、スマッシュを食らうか。そういう勝負になってきた。いや、熱い。これは熱いぞ。イカ VS ネズミ。戦場は整ってる。うん、通りまーす。やみーいやー、めちゃくちゃ接戦じゃない。クソ熱かったんだけど。いや、スマブラのビップきつくね。一戦だけでなんでこんな疲れるん。ごっそり精神持ってかれるんだけど。ワリオって珍しくない？割とワリオ見ないよね。なんか爆発したんだけど。しかも埋めていく。もう一回埋めちゃうんよ。バイクボムで爆発するんだ。クソ強くない？そしたらインクリング。いや、もうワリオ何もできないでしょ。ワリオってさ、バイクでどれだけ引き殺すかっていう感じのキャラクターだからさ、そんなのね、こっちの爆発一発。いやー、ちょっと、あの、ローラーはお互いいい感じに操作されるんだ。じゃあ圧倒的有利じゃない？これ僕爆発って。もうボムでも圧倒的有利なんだけど、さすがにこれはキャラ性能差があったでしょ。ワリオってやっぱ弱キャラだから見ない分あって、もう104なんだけど、もう埋めちゃって。はい、インクリングの前ではワリオは何もできないということですね。とか言ったらなんか、なんか溜まってない？溜まってないか？ワリオって時間決定経過でさ、おならが溜まるよね、黄色くなって。
それをちょっと警戒しないといけないんだけど、その前に仕留めてば僕の勝ちってわけよ。もうこっちはいろんな武器使えるかな。いつもだったらスプラトゥーンだったらあらゆる武器は一つしか使えないっていう制限があるんだけど、このスバブラにおいてはいろんな武器使えるからそんなことは考えなくても良いっていう。ちょ、真面目にさ、もう3盾してみたいんだけど、僕、ビップで3盾とかしたことないからさ、3機ある状態で敵を全員倒すみたいな。っていうのやりたいんだけどさ、それちょっと目指してやってみて。いやー、ちょっと待って。結構火力高いな、ワリオって。思ったより飛ぶんだけど。ちょ、怖い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 。何その、追撃してくるって苦手なんだけど。インク回復して。インク回復ちょっと足りないな。危ないと。意外とバーストなんだな、この相手。意外と、これ耐えていく。全然飛ばない。全然飛ばない。ワリオバナンなのか？全然飛ばないから。この間にインク回復して。いや、ちょっと、復帰量より結構高いな。じゃーん！読まれたんだけど。頭でかすぎ。うわ、マジか。大きい M ならぐ、大きすましされたんだけど。復帰できなかったんだけど。あららら本当にビップですか今の。あ、やばいやばい。なんか、怒った。相手が本気怒った。本気出してきた。やばい、ちょっと、実は今まで手加減してたのかな。やばい。しかもなんか、黄色く光ってるし、相手。溜まってんじゃん。だけど、これは大丈夫。29だからさ、これ、あと2、3回埋めて、コンボ決めたら僕が勝てるんじゃない？このまま、1ストック残した状態で勝ちたい。いや、でも、相手もさ、多分、渋るんじゃない？僕が2ストック残ってるから、その黄色いチャージは渋ると思うんだよね。まひろくん的には、僕を倒した後に、その、チャージを使いたいと思うんだよね。まあ、そうはさせねえと。もう、ぐいぐい行くよ、ぐいぐい。待って、もう、真っ青だ。あと一発、スマッシュ当たったら多分吹っ飛ばせる、この塗り状況だったら。あ、スプラッシュボムで。いやー、今のは完全に読めてたんだけど、オッケームしたんだけど、ダメか。だが、あと一発、読め。タイム、最終戦で。ここ！やった！1スク残った！さらば！